サンタクルースのワイナリー巡りを終わって、次のワイナリーちょっと離れたところへ行きたいなと思っていたんですけれども、その途中にですね、海岸に出てちょっとチリのこの海岸見てみたいなと、そして魚でも食べたいなと思って行ってみました。車を走らせるとピチレムという町に出たんですね。そしてそこの海岸に向かってみました。ここはチリでも有名なサーフィンのメッカなんだそうですね。若い人たち、この日はちょうど休みの日だったので、たくさんの若い人たちが出てサーフィンを楽しんでおられました。ピチレムの町の風景です。そして魚屋さんを私見つけたんですね。ちょっと入ってどんなことをしているのかなと思って入ってみることにします。これがその魚屋さんの中なんですけども、皆さんどうしているかというと、目の前にこのショーケースがありますね。そのショーケースで魚とか貝を指さしてですね、それを自分の好みな方法で調理してもらうんですね。このお店の方々はですね、英語をお話になりませんでしたので、困っていた時ちょうどこの方が来てくれたんですね。この方はイギリスで長く働いておいでだったそうです。それで英語、流暢な英語をお話になりましたので、この方に通訳をしていただいて、私もお魚料理にありつきます。食事を終えて外に出てきますと、何やら賑やかなんですね。何をしているかというと、ちょうどこの日は宗教上のお祭りの日だったのかな。街頭でですね、ミサのようなことをなさっておられました。